光舞寺は、長野県駒ヶ根市阿公にある、天台宗の別格本山の寺院である。三号は、宝釈山。陰号は、無動院。本尊は、不動明王で秘仏。天台宗品の御山の一つに数えられた。1967年、庭園が国の名称に指定された。また、霊剣早太郎説話でも知られている。会期は、 縁人の弟子本性が、比叡山を降りた後、大田切川の支流黒川の滝中から、不動明王像を授かり、当地に寺を創建したと伝わるが、古記録は、武田勝頼と織田信忠との戦いなど数々の理祭により、失われた。上岸二年創賢寺は、現在より200メートル、木曽山無役寄りのところにあったとされる。天正慶長の頃には、武田氏、 橋橋などの庇護を受け、また、作軍、諏訪軍にまでその治領を広げた時期もあったという。江戸時代には、徳川家光から、主因地六十国を受けた。明治に入り、達中末寺の多くを廃されてしまった。霊剣早太郎の墓ウィキメディアコモンズには、早太郎に関するカテゴリーがあります。この説話は、当時や、その他各地で語られているものであるが、その内容は、 類型的である。また、早太郎の名は、伝わる地方により異なり、とうとう海国では、室平太郎という。駒金でも、疾風太郎という別名が伝わっている。昔、ナノの光舞寺の床下で、山犬が子犬を産んだ。光舞寺の和尚は、親子の山犬を手厚く世話してやった。やがて母犬は子犬たちを連れて、山に戻ったが、 子犬のうちの一匹を寺に残していった。この子犬は、早太郎という大変強い山犬となり光前寺で飼われた。ある時、光前寺の近くで怪物が現れて子供をさらおうとしたが、早太郎が駆けつけたため、怪物は逃げていった。さて、その頃、信濃の南となり、遠遠海の見つけ村には、毎年、どこからともなく、 放たれた白羽の矢が立った家の娘を人身獄として、神様に差し出しさしねばならぬ、恐ろしいしきたりがあった。これを破ると、田畑が荒らされ、村が困窮しきるため、村人は泣く泣く柳姫神社の祭りの夜に娘を、棺に入れて差し出し、これを沈めていたのだ。延京元年8月、この地を旅の僧侶が通りかかり、見つけ村の陳樹であるはずの神様が、 そのような悪行をなすはずがないと考え、祭りの夜にその正体を確かめようと神社に向かい身を潜めていた。すると、そこに現れたのは神様ではなく神を語る恐ろしい怪物であり、その怪物が、新州の早太郎をおるまいな、早太郎には知られるなと言いながら、娘をさらっていった。僧侶は、死なのへ行き、一年近くもの間に方々を、 探し回った末、光舞寺の早太郎を見つけ出し、事情を説明して和尚から早太郎を借り受けた。そして次の祭りの日、早太郎は娘の身代わりとなって、棺に潜み、現れた怪物と人世に渡って、激しく戦い、見事退治した。人心獄に差し出させた娘を毎年喰らっていた、怪物の正体は大いた猿の火星、ひひであった。 戦いで深い傷を負った、宗太郎は、光舞寺までたどり着く東昌に人放映して、息を引き取ったと言われている。早太郎を借り受けた僧侶は、早太郎の供養のために、大般若卿を光舞寺に奉納した。これは、寺宝として共像に保管されている。また、本堂の横に早太郎の墓が祀られている。この話は、猿神大事として、 漫画日本昔話の昭和51年7月31日放送分でアニメ化されている。とうとう海国見つけ村は、現在の静岡県岩田市見つけである。この話が縁となり、1967年1月12日から、駒金市と岩田市は、友好都市関係となっている。光舞寺は、杉の林の中にあり、樹齢数百年の巨木も多い。 道高敷地線庭園や月山敷、枯山水、月山敷地線庭園と三つの庭園があり、さらには光苔が自生している。境内全域が光前寺庭園の名で名称に指定されている。ありがとうございます。